もう一個朝日新聞の記事 IWC ってありますよね IWC 捕鯨のやつですよ国際捕鯨委員会ね IWC ほら日本はほら世界がね、えー、日本を目の敵にしてねあのー、クジラを取るなーってやるわけじゃないですかええー、それで日本は最後ブチ切れて脱退しましたよねそしたらどうなったと思います 数年以内に破産の恐れ。もうざまーご覧遊ばせ案件です、これ。日本を追い詰めるからですよ。ええー、日本はね、ちょ、だってね、ね大型のクジラ増えてるわけですよ。これはですね、生態系のバランスが崩れるわけですよ。はい。ねで、日本にね、意地悪なことをどんどんして追い詰めていって、えー、これで、ついに日本は脱退したわけです。そしたら、破産するらしいですよ。 だって日本が相当金払ってたから、日本が脱退したら、ええ <laughs> これはもう鮮やかなざまご覧遊ばせ案件でございます。まあ読んでいきましょう 国際捕鯨委員会 IWC の総会が13日、スロベニアのポルトロージュで始まった2019年に日本が脱退して以降、対面形式での開催は初めて、捕鯨の、えー、規制についての議論は低調となりそうだが、新たに財政状況が課題として浮上している。 総会は原則2年に一度開かれるブラジルで開かれた18年は商業捕鯨再開に向けた日本の提案が否決され翌19年6月の脱退につながった20年の総会はコロナ禍で延期されていた今回はブラジルなど 反捕鯨側の3カ国が南大西洋をを区ととすすするるるることを提案するなど規制に関する議題もあるただ、1982年に採択された商業捕鯨モラトリアムで、すでに加盟国はすべての海域,で海域で商業捕鯨が禁止されており、実質的な意見は乏しい。むしろ深刻なのは IWC の財政状況の赤。IWC の資料によると、2023から24年の予算は62、62万ポンド約1億円の 支出超過となる見込み IWC は対策を取らなければ数年数年以内に破産する恐れがあると訴える水産庁の担当者は もともと資質ありきの赤字体質だったと話す。さらにコロナ禍による財政難を理由に分担金を支払わない国が増えたほか、18年に1800万円を出すなど、最大の拠出国だった日本の脱退も影響しているとみられる。IWC に詳しい真田早稲田大学、えー、准教授は、分担金の未納国が増えた背景について、日本が脱退したことで関心が低くなっている国もあるのではないかと見る。 IWC はすでに事務局の固定電話や使用する紙の量を減らすなど経費削減に加えイギリスケンブリッジにある本部建物の売却も決定ですで、はい、ですからあのー、まあだってみんなクジラ取ってない国が集まって取らないようにしようねって言ったって意味ないわけですよ、うん、クジラ取ってる日本がバカ野郎だったらもう出るわえこれまでねあんたらのね議論に付き合ってきたけどバカらしいわって言ってね決って出てきたわけですから 日本を追いやすようなことをしたら意味ないんですよ。えー、でねちょっと日本の商業捕鯨の話がちょっと書いてありますからね読みますよ。 日本は今回投票権のないオブザーバーとして IWC 総会に参加する57人の代表団を派遣し,派遣した18人から縮小するものの水産庁職員ら12人の政府関係者が現地入りした国際海洋法条約は捕鯨を含む鯨類の利用について適切な国際機関を通じて活動するよう求めている日本は IWC から脱退したものの他に適切な国際機関がないため政府はオブザーバー参加することでこの要件を満たすと主張している いやだから別に、え一応オブザーバーですからね、どんな話してるか聞かせてもらいますっていうだけでね、別に規制だ、だって日本脱退したんだから何の制限もないわけ自由にやりますからねっていうね、あ、破産するんですね、みたいなね、感じでね、見に行くということですからね。はい。<coughs> えー、っと。 水産庁は9月捕鯨に関する自民党の会合で2024年をめどに新たな鯨種の漁獲可能量を設定することを目指す考えを示した現在は3種類に限られている、えー、捕獲の対象が増えることを意味する政府は脱退後、えー、ミンククジラニタリクジライワシクジラの3種に限って日本の EEZ 内での捕,鯨、えー、捕獲を認めてきた 商業捕鯨は再開したものの、えー、南極海での、えー、調査捕鯨ができなくなったことで脱退前と比べて漁獲量は大幅に減少しているはいでねなんでクジラを取っちゃいけないんですかっていう時にかわいそうだからってくるわけですよクジラは頭がいいちなみにですねあのイルカはイルカとクジラって区別ないんですね、えー、あのー ゲイ類の中で小さめのものをイルカと呼んでるんです。だから線引きも難しくて。あ、実はね、イルカとクジラ違いそうに見えますでしょあ、同じなんですね。えーえー、っと、ね、その、あれ同じ。そう、何メートルって長さで小さいのをイルカと呼んでるだけで。えー、あの、なんならイルカもゲイ類なんです。はい。<laughs> クジラの一種なんですね。 な、いるか、頭いい。そりゃそうですよ。水族館であんなね、えー、ことやるわけですから。それは頭いい、いいでしょうね。はい。えー、で、あの、だから、で、しかも動物だと、哺乳類だと、えー、頭いいんだと、えー、だからかわいそうだってわけですよね。えー、じゃあ、他の、じゃあ、あんたらね、あの、カンガルーとかさ、 まあ、コアラは食べてないけど、カンガルーとか食べてるくせに何を言ってんだって話じゃないですか。アメリカ人だってね、牛とか食っててね、なんで何北欧だって散々いろんなね、魚から肉から食べてるわけじゃないですか。じゃあ牛はバカだから食っていいとか、そ、そんなバカな話ないですよね。はい。これね、あの、仏教の価値観によると、あの、人間の命も 牛の命もウサギの命もクジラの命も一つの命で同じ価値があるというねこれが仏教の考え方なんですはいえー、で神道で言えばいやいやむしろどう、ね、動物は神,神の領域で,でそれをですねいただくことによってっていうね、えー、だって神様にねいろいろ食べ物を差し上げるわけですから はいまあ、アイヌにもねそういうクマを殺めてクマをね、えー、捧げるっていうのがありますけれどもはいだからねあのー、まあ神道にしたって仏教にしたってそれはね人間だけ特別偉いなんてことなくてそれはもう、えー、動物と人間対等なわけですよはいということはですねどういうことが起きるかというとこれねクジラ一頭はいクジラ一頭を取ると何人分のご飯になりますももちろんん大きさによるんですけども いやこれ場合によっては何千人ものご飯になるわけですよ、ええ、すごいですよね一つの命をいただくだけで何千人もご飯ありつけるんですよ、ええ、その価値観で言ったら最もねあのなんかえげつない、ええ、もうたい大量殺戮といえるのはしらす丼ですよ <laughs> 何百匹食べるんですかええー。スらす丼。あれ大量殺戮ですからね。ええー。あれはね、いや、イクラ丼とかね。シラス丼とか。あ、ヨーグルト。<laughs> ヨーグルト。ビフィズス菌がもう何十万とか何億とかですよね。数の子そうですよね。あれ、どれだけの 命をいただくんですが明太子そうでしょ、うん、そうですよそれを考えたらねクジラ一頭一つの命で何千人もお腹が満たされるはいそれを考えたらって価値観によってどうにでもねどうにでもなるんですよ考え方っていうのははい一つの命で何千人もお腹いっぱいになるとえ、ね これほど有効なんですね命の活用もないわけですよねはいジェノサイドン <laughs> うまいこと言ったね <laughs> そうですよですからやっぱりね生物のねあの命ということを考えた時にですね、まあ、何がねその良くて何がダメだかなんて そんな生き物食べる以上だどれがダメって言い始めたら全部ダメですよどれかがいいんだったら全部いいんですよはいそんな日本だけ目の敵にしてねえー、クジラえー、だいたいね縄文時代から日本人はクジラをとってきたそしてね全部使ったんですって骨から皮からヒゲからね全部使い込んできてもう クジラを供養したつかまであるって言うんですからね、えー、まあ日本人はですね、えー、胸張ってねえクジラを食べ続ければいいんです、えー、というわけで ちょっともう IWC 脱退でねこれから日本も e z 内で取るんだまあちょっと北極で取れなくなったということでちょっと日本はね煽りを受け,る受けてるんですけどもいやもうも、うどんどん取って食べればよろしいだってほら、古事記に出てきますでしょクジラって神様からのプレゼントなんですよ。ね得、えーえー、のあるね、えー、方はやっぱクジラに遭遇するわけですよ。えー なので、えー、この時期にも出てくる大変縁起のいい生き物なんですねはいそうあい「ありがたいありがたい」と言いながらですねクジラをいただくというですね